日本は新国であります。風は再び吹きすさび、逆まく波は数千の敵艦をもみに揉んで片足から打ち砕き覆しました。我が少子は日頃の勇気100倍して残敵を襲い、たちまちこれを皆殺しにしました。国は負けました。国民は長い間の戦争で大変な苦しみをしました。軍部が国民を抑えて無理な戦争をしたことがこの不幸せを起こしたのであります。マッカーサー元帥のもとに連合軍は直ちに日本を占領しました。この占領は日本の秩序を立て、軍部を倒し、軍国主義の思想をすっかり除いて国民に自由を与え、民主主義によって日本を立て直すことがその目的であります。政府も国民もこの連合軍司令部の占領の目的によく力を合わせて平和な日本を築き上げることに励んでいます。大久保利明77歳歴史家。家永三郎64歳元東京教育大学教授。岡田昭夫68歳元東京大学資料編纂所教授。この夏3人は久しぶりに東京大学資料編纂所を訪れた。どうもしばらくよ。おばさるばっかりして。お元気ですか。一堂に会するのは31年ぶりのことだ。この3人と今は病床にある元東大資料編纂所長森末義明の4人が日本の戦後の教科書の一つを初めて作ったのである。しばらくどうも、ずいぶん国の歩み通しから30年経ちましたね。だったんですよ。いや、米田先生、なかなかお目にかかる機会ないですね。本当にご無沙汰しております。いや、本当にほとんどお目にかからないですね。お目にかからないですね。先生、あの頃はあれですか、いや、私はブラブラしてたの。東京にいたんです。お宅なんか、あなたがこれ来てくださったでしょ、高輪の。あそこにいたんです。ちょうどその頃、資料編纂所は戦争中に疎開しておりました資料が東京に戻ってきて、まだその資料の整理をやる仕事でいっぱいで、実際に編纂の仕事っていうのは開店休業のありさまだったわけです。しかも皆さん、みんな痩せこけておりまして、つまり戦争中無理をしたのがたたって、また戦後のそういう配給がわずかしかないとか、あるいは闇込みが高いとかというので、私たちも弁当は持ってくるんですけれども、それでもお腹が空いてしょうがないと。それから都電で通っておりましたけれども、都電もなかなか来ない。でしかも待っている人たちが安全地帯で立っていることもろくにできない、いわゆる虚脱状態で、皆さん、随分苦労されながら来ては仕事を続けていたわけです。しかし大久保先生は大変ですね。まるで戦争の歴史だからね。近代史というと中世も戦が多いんですよ。天皇が一番登場するわけでしょ。これまでの歴史教育はああいう風な形じゃダメなんです。しかし僕は近世史の専門じゃないしね、古代史はわからないところが多いんですよ。まあ神代の物語から始めるわけにいかんのははっきりしてるんですが、明治以来
教科書が日本人を作ってきた。そして戦争が遂行され、日本は敗れた。180度逆転した日本の価値観をどう教えるかは、教育に携わる者全てにとって大問題となったのである。今、日本人を作る教科書とは何か、その問いに答えることこそ4人に課せられた仕事であった。まずそれまでの日本人を作った教科書は放棄されなければならなかった。敗戦の年の秋、昭和20年10月から12月にかけて、連合軍総司令部は教育に関する4つの指令を出した。指令は軍国主義教育の廃止と軍国主義教育者の追放という2つを趣旨とするものであった。そして終身地理とともに日本歴史の授業は停止になった。お別れの日が参りました。疎開学童たちがいよいよ東京へ帰ります。長い間お世話になりました。この懐かしい福島の山やかは、皆さんの温かい心はいつまでも忘れることはできません。僕たちは次の日本を建設するために陣を捧げてやり抜く覚悟です。ではさようなら。いたいけない戦争の犠牲者たち、しかし今では全てが遠い夢となりました。疎開先から帰ってきた児童生徒たちを迎えたのは、一面の焼け野原となり廃墟と化した町であった。いかにも全て何事にも科学的な考え方、嘘でない真実を問うとぶ考え方でいかなければなりません。中には白昼公然スリをする。都市の学童は家族と共に買い出しに出かけた。多くの学生は闇屋となって働いた。これこそまさに無責任極まる言葉と言うべきです。廃墟の空白と混乱は教育の面でも同じであった。あるいは街頭に新聞を売り、靴磨きをしなければ食っていけない子、この子供たちの不良化はさらに恐るべきものです。何年生？6年生。どうして学生じゃないの？当時 GHQ の教育関係の仕事は、 NHK 放送会館の中に置かれた民間情報教育局の担当であった。文部省の人々が通った道路は民間情報教育局の略称を取って CIE 道路と呼ばれた。日本人は正面玄関の使用を許されなかったという。 CIE 局長大工准将と就任したばかりの安倍義重文部大臣がここで会談したのは昭和21年1月22日である。大工代表は非常に落ち着いた態度で話して、非常に緩やかに話しておりました。それに対して安倍先生は常にその内容が重要であることを考えて、当時文部大臣秘書官をしていた梶晋三氏はこの会見に立ち会っていた。安倍文部大臣は司令部に対して率直に意見を言うべきだと考えていたという。態度を非常に重要なふうに考えていられました。日本は敗戦国であり、アメリカは戦勝国であるということを私は認めます。しかし戦勝国だからといって真理と正義を犯すものとは思いませんので、私は主張すべきことはあくまでも主張し、無理な約束はしないつもりです。 I completely agree with youSince the educational problems are very important and our decisions will greatly influence the younger generation, we shouldn't rush into anything. Please feel free and come and see me anytime you have anything to discuss. 例えば
日本の歴史は書き改められねばならないと思います。我が国にも共産主義の見地から書かれた歴史がないことはありません。が、それは真実からはるかに遠いもの。今もし民主主義の立場から日本の歴史を書き換えるとするならば、再び歪んだものが出来上がることになるでしょう。The history of Japan should neither be written from the viewpoint of communism or democracy, but should be based upon historical facts alone. しかし、それを誰が書きますかな? I believe the Japanese history should not be written by Americans, but by the Japanese themselves. なるほど。大日本は清国でありますという従来の日本歴史は書き改められねばならない。だが誰がどのような方法でそれを行うのか。文部省は豊田武図書監修官に依頼して暫定初等科国史の編纂に取り掛かった。しかし原稿が出来上がる寸前、豊田氏は突然手を引かされ、暫定初等科国史はなぜか没になってしまった。教育の現場では混乱はさらにひどかった。戦争終結に関する詔書のご精神に鑑み、適当ならざる教材につきては先により全部あるいは部分的に削除し、または取り扱いに慎重を期する等万全の注意を払われたく、この段通帳に及ぶ。ニニギノミゴトは天照大神にお暇乞いをなさって、大空の雲をかき分けながら勇ましくお下りになりました。猿田彦の神が先に立ってご案内申し上げました。ニニギノミゴトは日向の高千穂の峰にお下りになりました。そうして天照大神のお言葉通りに日本の国をお治めになりました。よし、今のところ全部墨で塗れや。先生、ここはもう一学期習ったとこつら。済んだとこだが、内容が間違っているから全部墨で消す。覚えているものは忘れろ。お前たち、よく考えてみろや。だいたい人が雲に乗って降りてくるかや。おかしいだろ。分かったら墨を塗る。先生、次はどこを塗るだかね。読み方4、菊の花。菊は尊い御紋章、私たちの好きな花。天皇陛下のおじい様、明治の帝に捧げましょう。日の丸の旗、万歳万歳。鉄砲担いだ兵隊さん、足並み揃えて歩いてる。どっどこどっどこ歩いてる。兵隊さんは勇ましい。母はいかにも残念に思い候。何のために軍にはいれ候ぞ。一命を捨てて君のご恩に報いるためには通らわずや。期間長と以下百数十席、さんさんと秋の日を浴び、今日おごそかに冠冠式、高齢法21発、お召し官比叡は進む、巡洋艦高尾を先導に、過去古高を後ろに従えて、マストに仰ぐ天皇旗、ああ天皇旗、すべての艦艇はうやうやしく、桃源霊君が代のラッパ。ここ墨が薄いな。下が読めるぞ。もっと黒く塗れや。先生、もういいら。バカ、進駐軍に怒られるぞ。昔昔の空
我々の最大の希望は子供にある。事実彼らは将来という重荷を担っているのであるから、重い過去の遺産に押しつぶされてはならないのである。そこで我々は誤った教授をやめるだけではなく、子供たちの心情を硬化させることなく、その心を啓発するように教師や学校への準備をして、できる限り公平に機会を与えてやりたいと思っている。3月5日マッカーサー元帥の招きによりアメリカから教育使節団が来庁しました。一行は団長ストッダート博士以下32名のアメリカ教育会の使節団は1ヶ月にわたって討議視察旅行を重ねた結果、連合国最高司令官への報告書を提出した。報告書は日本の歴史家と地理家について政治的軍国主義的教育に大いなる役割を成したと批判し、日本歴史の書き直しのために民間学者を起用するよう進めている。法務省の方からそのあれをね編纂するってことは直接話し合ったわけですか。いや、いきなりね、あの丸山さんがちょっと来てくれというだけのことで呼び出されて、何の用だか分からずね出てったらいきなり引っ張り込まれたと。食糧危機などで騒然としていた昭和21年5月のことであった。今日皆さんにお話しすることは大変重要のことなので、私は日本語で話します。私が占領軍が新しい教科書に要求したのは次のようなことであった。一つ、特定のイデオロギーを宣伝するものであってはならない。一つ、軍国主義、超国家主義、神道の教義を説いてはならない。一つ、天皇の自責が歴史の全部ではない。 You should write about economics, education, the arts, and anything else that has come out of the life of the people as a whole. And I trust you all as scholars, so on all other points, write whatever you wish. 職業軍人、著名なる軍国主義者、もしくは極端なる国家主義者、または連合国軍の日本占領の目的および政策に対する著名なる反対者に該当する。教える内容としての教科書の墨塗りが行われる一方、同じ頃教える人の墨塗り、通称ホワイトパージと呼ばれる教職追放が始まっていた。政府は GHQ 通達に基づく教育関係者60万人の審査を発表したのである。教育関係者の審査、すなわち教職員適格審査委員会は各県ごとに行われたが、その記録は全て廃棄処分にされて公式には残っていない。だが長野県にその記録が保存されていた。長野県教職員適格審査委員会は6月27日に第1回会合を行っている。委員会の構成は大日本教育会から選ばれた教員代表7名全員校長、それに各界代表6名、内訳は農業界、商工経済界、弁護士会、医師会、宗教会、労働組合協議会の代表各1名。以上、当長野県で審査の調査票を提出した者の総数は計14,493名であります。それだけの人数を全部わしらが審査するんですかいの？そういうことです。はあ、やれやれ、えらいことになりましたの。委員長。あ、森本委員。委員長もこちらの6人も全部教員でしょう。同僚の教員を裁くならその前に同じ教員である委員の審査から始めるのが筋じゃないですかな。
もっともですな。私も賛成です。あなたは雑誌シナノ教育などに松本出身の勤労の志士について書いておられますね。はい。これはですね、この民族的優越感を誇示する目的で神道思想を宣伝したものと、この条項に触れませんかね。いかがですか皆さん。いや、勤労の志士必ずしも神道思想の持ち主とは言えませんな。そうですそうです。それにアメリカさんは明治維新じゃなくて今度の戦争の責任を追及してるんですから。そうですな。書かれた内容を調べることでこれは後回しにしては。小林さんは長野県の思想事犯直後の保護観察をやっておられますな。これは第六項にはまりませんか。思想検察または保護観察、予防拘禁に関係のあった管理というのに。お答えします。確かに保護観察は手伝ったことはありますが、思想的に圧迫したことはありません。絶対にありませんです。特定の個人と問題を起こしたことは？ありません、一度も。どうでしょう、まだ1万4千の人たちが残ってるんだから、この委員会の先生方はとりあえずパスということにしたら。結構ですな、それは。では教員代表委員は一応的確と判定されました。大内山の松の緑は大名の見境をことほぎ、五十鈴川の清らかな流れは日本の古い姿をそのままに伝えています。遠い遠い神代の昔、イザナギの御事、イザナミの御事は山川の眺めも美しい八つの島を大海になりました。これを大屋島と言います。アジア大陸の東の海に北から南へかけて細長く連なる島々、これが私たちの住んでいる日本です。暑さ寒さもあまり厳しくなく、程よく雨が降り、草や木が生い茂り、四季の眺めもそれぞれ違った趣があります。折から空は真っ暗になり、雷鳴がとどろいてものすごい氷さえ降ってきました。するとどこからとなく金色の鳶が現れて、おごそかにお立ちになっていらっしゃる天皇の御弓の先に止まりました。その頃最も有力なものがこの盆地から起こってだんだん日本を一つにまとめたのであります。この大事な仕事をお始めになり、うねび山のふもとの柏原宮で最初に天皇の位にお着きになった方が神武天皇と言われています。 Emperor Jinmu, what was his original name? いや、それは後世につけられた名前です。元の名はカムヤマトイワレヒコのスメラミコトです。カムヤマトイワレヒコのスメラミコト、古事記や日本書紀ではそうなっています。 Which is better, do you think?原点通りにしましょう。カムヤマトイワレヒコのスメラミコトと言われています。Okay. As for qualifiers and modifiers, here where you say splendid work, the splendid is unnecessary. And here where you're talking about the Civil War, you have written perfectly suppressed. Your perfectly is inappropriate.いや、それは戦が完全に終わったという意味ですが。Well, history is constantly in a state of change and progress. And it should be particularly obvious that even if a war ends, it doesn't produce a completed or necessarily perfect historical change. 少なくとも急激な変化だってことはわかりますよ。でもこの世の中の動きについていくのはやっとなんですよ。その上、こう原稿をせかされたんでは、資料と首引きでますます世間と遠くなりますよ。I'm very sorry, but we just don't have very much time. Please hurry. 10月1日までに子供たちが使えるようにというのは伺いましたが、それには十分間に合うでしょう。But we must have the
translations completed by July the 3rd. 一体誰がそんなに急いで読むんですか？1946年、昭和21年7月4日、マッカーサー元帥は来日以来初めて日本を離れた。フィリピンの独立記念式典に出席するためである。トレイナーが4人の執筆者に矢の催促をした新しい歴史教科書の草稿をマッカーサーは愛機バターン号の中で楽しんだ。 Come in. Will we arrive on schedule? Yes, sir. At the rate we're going, we should be landing in less than an hour. It's reported that the skies over Manila are clear. That's good.私その現場の教育とかしたことないんでね、やっぱりまあリアルにね歴史を書くべきだっていうようなことで、私実際書いてみてね、まあ普通のこう政治史を書くということでね、そういう観点で書いたんです、この近代の政治史をね。完全なね住宅から見じゃね、あそこまで落ちたこっちもね雨が漏れとかって言ったって仕方がないと、要するにその間に合わせのバラックで出来上がっているとね、まあいろいろまあ向こうの制約もあったけれど、やっぱりあそこも走りゃよかった、こっちもねこうすりゃよかったってね、後になりゃ考えますけど、その時はもう夢中でしたね。夢中でしたね。神代の物語から始まる日本歴史が石器時代から始まる日本の歴史に変わったというのは、まあ、これはあの画期的なことで、まあ、その執筆を分担したということは今でも私は誇りにしているので、その意味では非常に不十分なものを書いたけれども、やはり一つの意味があったと思います。建設の時代と隣り合わせに懲罰の時代が共存していた。長野県教職員適格審査委員会では一月近く審査を行って、まだ一人も不適格者を出していない。 Strictly speaking, most of the instructors who taught during the war should be disqualified. They should be dismissed. Thus the fact that you people have not dismissed a single person cannot but cause you to be criticized as negligent of your duty.Your work is being watched by the entire world as a test of the ability of the Japanese people to achieve a true practical democracy. 森山教諭、軽井沢第三国民学校長佐藤総一に強制退職させられたとして米軍に訴えたのはあなたですか？そうです。佐藤校長は極端な軍国主義、超国家主義者だと思いますので。それはどういう根拠で？私はクリスチャンで外人宣教師なんかとも親しいのですが、佐藤校長は彼らや私にカソリックを全滅させると平気で言うような人です。また去年の暮れクリスマスをやろうとしましたが中止させられました。強制退職させられた時のことを話してください。天皇は神ではないと何かの折に私が発言したのが国粋主義者の佐藤校長の耳に入ったらしく、ある日校長室に呼びつけられました。天皇の神聖を汚すようなものはこの学校の教師にしておけないと言われました。それで私はおっかなくなって、もし断れば校長は暴力を振るいかねないもんですから、何しろ佐藤校長は戦争中学校の校門のところに米兵に見立てた人形を立てていましたもんですから。おお、それはまたどうして？登校する子供たちに殴らせるんですね、毎朝。えい！敵が愛心を煽るために。いや！515事件の関係者と実婚であると言いふらしたり、士官学校での将校を学校に連れてきて自慢するような男です。校長室に呼ばれた時その場で辞表を書けと言われたんですか？いえ。じゃあ後で自分で書いて出したんですね。ええ、それ以上言うと何をされるかおっかなくて。では佐藤校長は退職せよと命令したんじゃないんですね？しかし
それは退職を強制されたということでありまして。佐藤校長先生、森山教諭をどう思いますか。勤務怠慢。よく休むのですか。毎日来ておったが、どうも態度がいかん。教諭のくせに校長を批判するなど言語道断。農業でもやっとりゃいいんだ。教師としての器じゃない。クリスマスを中止させたそうですね。日本には天皇がいればいいんです。イエスだかノーだかは必要ない。しかしわしはクリスマスをやめろと言ったんじゃない。12月25日をずらしてやれと言ったまでだ。そもそも12月25日は大正天皇のお隠れになった日である。日をずらすっていつ頃に。もっと季節が良くなってだな、お祭り気分になった頃にやればいいと。なぜ校門に米兵の人形を立てたんですか。この頃の子供はどうも落ち着きがない。で、一つ気合を入れるのに何かいい方法がないかと思ってやりました。効果はありましたぞ。佐藤先生、あなたの推奨する本の名を挙げてください。聖騎士。聖騎士。聖騎士とはこの書物であります。国を思い練られざる世の下の色、突き刺す窓に見る剣かな。私はこの正規誠、これによって教育もし自分の身も処しておるつもりでございます。投票総数11、的確1、不的確10。当委員会としましては、佐藤総一校長を教職員不適格者と決定しました。佐藤総一、71歳、現在佐久市で職業訓練校の事務局長をしている。彼が長野県における教職員追放第1号であった。Gentlemen, I'm very happy to be able to announce to you thatGeneral MacArthur is quite happy with this new history of Japan. And I'm certain that this new history of the people based upon historical fact rather than upon myth will be an important force in the democratization of Japan in the future. それを伺った私たちも一安心ですが、文部省あたりの反応はどうなんですか? If we are to completely democratize the Japanese educational system,We've got to be ready to go against the Ministry of Education. Push them on some of these issues. The important thing is that you four and the fact that we've worked together and consulted on these textbooks. And I'm sure that we've gone about this in the best manner possible to accomplish our task. I'm sorry I had to push you to work so fast, and I want to thank you very much.日本人を作るとされた教科書が文部省の頭越しに GHQ と執筆者の直接作業で作成された。これはそれまで考えられなかったことである。Now all we have to do is complete the correction of a few minor historical parts and then we can get out of this Turkish bath of a compilation room.Okay, in the last part, which was Mr. Okubo's responsibility, you people overlooked a very important point. どういうことですか? You haven't touched upon the directions Japan has taken since the end of the war. I think you should clearly state the purposes of the occupation. しかしそれでは宣伝的になりませんか? Well, the people of Japan and the government are cooperating with the Allied forces
to build a peaceful Japan. I can't call this fact propaganda, can you? Japan has adopted a new type of politics. Surely you remember the announcement the emperor made in January, don't you? Mr. Takahashi, please read this. Hi. Jin to Nanjira kokumin to no aida no chūtai wa shūshi sōgo no shinrai to keiai to niyorite musubare. Tannaru shinwa to densetsu to niyorite shōzeru mono ni arazu. Tennō wo motte akitsu mikami to shi, katsu nippon kokumin wo motte ta no minzoku ni yūetsu seru minzoku ni shite, hiite wa sekai wo shihai subeki unmei wo yū suru to no kakū naru kannen ni motozuku mono ni arazu. I want you to use this as the closing part of the history. それがマッカーサーの要望というわけですか? Mr. Okubo, so far we've been able to carry out these compilations in a friendly manner, and I want us to finish them in a friendly manner, and I'm sure that we can do so. わかりました。 Concerning this chronological table that Mr. Ienaga compiled,I agree with your opinion that the emperor column should be placed to the left of the shogun column. If you look at it like this, this puts the emperor on top. Japanese bureaucrats are very smart, aren't they? I'm convinced that this opinion actually came from the Ministry of Education and that they ordered you to present it as your scholarly opinion.However, I have an objection to what you refer to as the real power of the emperor after the beginning of the Meiji period, especially after the Manchurian incident in 1931. 私は明治維新以後、一応天皇に実権あることにしておきましたが。 That's no good. I want it stated that the power of the emperorwas very weak from the Meiji Restoration to the beginning of the Showa period, and that since 1931, he had no power at all, as laid out here. 私は別に依存はありません。その方がむしろ実情に近いわけですから。 It cannot be changed, no matter what the smart Ministry of Education bureaucrats try to do. If they insist on the original statement on this point,All the trouble that you and I have gone to in this cruel heat will be for nothing. どういうことですか、それは? It's possible that the compilation of the textbooks could be completely called off. で、これは後からの推測で、私本当にそうかどうか証明する証拠は持っておりませんけれども当時極東裁判が進行していて連合国の中に天皇の戦争責任を追及せよという声が高かったんですそこでおそらく当時は天皇に実権がなかったということにして天皇を免責するという占領軍のというよりつまりアメリカの政策によってそういうふうに教科書でもさせたんじゃないかと思うことこれ後から思い当たるのでもしそうだとすればかなり重要な歴史的意義があったと思うんです一方教職員適格審査は予定よりも著しく遅れ追放者の数も当局の予想よりはるかに少なかった昭和21年9月末現在審査を完了した者21万名余りうち不適格者107名これはわずか 0.05% 2000人に1人に過ぎないたとえ文部省の指令であっても軍国主義の先頭に立った者は責任がある公平厳格かつ迅速に適格審査を進められたい Since the estimated number of people to be dismissed has not been reached, General MacArthur also is quite unhappy. Disqualifying less than 1% is no good. I want the dismissal list to show a full 1% of the total. 審査対象1万4000名余りの長野県では、140名の不適格者を出さなければならないことになる。ついに審査委員会は、
投書を募ることでパージを進めようとした。アメリカ式の民意を問うやり方というわけである。小林委員長、この投書はあなたを誹謗していますね。軍政部へ来た投書ですね。しかしこれは教育界の内情に詳しい人間でないと書けませんな。これはこの委員会の内部のことも知ってるみたいだ。陰謀か。この中の誰かが書いたか、それとも人に書かせたか。スパイがいるというのかね。考えられんことはないでしょう。ケリーにゴマを吸って助かりたい人もいるんじゃないですか、教員代表の中には。トクトクとしてサーベルをぶら下げというのは嘘です。記念節の式典で一度つけただけです。新国日本とか発行一部というのは確かに言ったが、振り回したわけじゃない。みんなやったことじゃないか。国策だったんだからこれに協力したのは仕方のないことだ。国のために良かれと思ってやったことをどうして咎められないといかんのですか。今さら軍国主義に便乗して教え子を戦場に駆り立てた者がいるからですよ。通報しなければいけないんです、そういう人間は。私は教師を30年やっております。今追放されるかされないかは紙一重のことでしょう。誰でも戦争中はみんな戦争に一心だった。むしろ最も打ち込んだ人がそのために不適格とされて追放されるならば、それはそれとして立派なことだ。仕方のないことです。高知では委員3名が辞任、福島では総辞職を申し出たそうですな。全員辞任せざるを得ませんかな、我々教員代表も。 No, that won't be necessary. I will show that the qualification investigation can be carried out without a change of personnel members here in Nagano Prefecture. If you think I'm soft, just watch my desk. A single sheet of paper is to determine whether or not a person is to be dismissed. If we use people who are concerned in the matter, they'll find some way or other to save their own necks. It's only natural that they'd have a strong desire to sacrifice others to save themselves. Well, and what happens next? Well, if they mess around too long, I'll suggest a method by which a person can be recognized as qualified or disqualified by a single look. Yeah, well, suggest it. Not force it up on them, won't you? The committee chairman, Kobayashi, is a real Mr. Milktoast. He'll cooperate. They all fought like hell for their emperor. And now they know that they can only gain by doing things the way MacArthur wants them done, don't they? 次に導入されたのは点数制であった。審査の対象になる教職員の戦時中の経歴、言動を点数評価して合計し、順位をつけたのである。なるほど、さすがは先生方ですな。点数制なら一目瞭然だ。数字は嘘をつかんですからな。小林院長は品事変時代に自責私学で4点、大東亜戦争時代に校長で7点で28番目すれすれのとこですね。私はどうですか。え、ああ、馬場委員はと13番目ですね。ぐんと上位ですな。私は反対です、こういうやり方には。でもあなたが言い出したんですよ、この点数制を採用するのは。滑稽じゃありませんか。自分が助かりたいばっかりに他人を陥れる点数制などというやり方を取り入れる。思想や行動が数字で表せるかね。そして点数が出てみると自分も逃げられないことが分かるんだよ。
昭和21年10月14日 GHQ は歴史事業の再開を許可した。国の歩みと名付けられたこの教科書は、新しい歴史教育の内容と方向を決定するだけでなく、戦後教育の幕開けを告げる重要な一冊であった。かつて使われた教科書の最後のページにはこう書いてあった。私どもは一生懸命に勉強して、摩擦らのような立派な臣民となり、天皇陛下の御ためにお尽くし申し上げなければなりません。新しい教科書の最後にはこうある。政府も国民もこの連合軍司令部の占領の目的によく力を合わせて、平和な日本を築き上げることに励んでいます。かつては国定教科書として国が編纂していた教科書に個人名が登場した。 GHQ が国の歩み執筆者の名前を公表したのである。これは大きな反響を呼び、教科書と教育に対する決定的な価値観の転換をもたらすことになった。国の歩み編纂4人男として焦燥の歴史学者4人は一躍脚光を浴びた。新しい教科書を待ち望んでいた国民学校の生徒や先生にとって、それはそのまま新しい教育の始まりを象徴する出来事でもあったに違いない。神話は歴史の中に記さない立場で、事実だけを書きました。 GHQ もよく理解してくれたと思います。苦心したのは南北朝です。南朝政党という一方的な士官ではなく、あるがままの史実を述べました。今まで天皇と幕府の自責で書かれてきた江戸時代を、農民や町人を中心に浮き彫りにしたいと思いました。日清日露から今時大戦まで、いやさながら戦争史の感がありますが、文化史としても息吹を込めたつもりです。新しい政治が始まりました。今度こそ本当に国民が力を合わせて日本を立て直す時であります。よし、これが新しい歴史の教科書だ。新しく作られた教科書だから墨で塗らなくてもいい。全部読める。君たち6年生は来年の3月卒業だが、歴史の授業なしで卒業するのはかわいそうだと進駐軍がプレゼントしてくれた教科書だ。お礼を言おう。 Thank you, give me chewing gum. ここには今までの日本の成り立ちがありのままに書かれている。そしてこれを勉強したら、新しい日本の歴史は君たち自身が作るんだ。ところが出来上がった国の歩みに対しては、左右双方から激しい攻撃が加えられた。特に進歩的な歴史学者からは、戦争の反省がない、皇室中心主義であるなどの批判が相次いだ。アニイズヴラティリイストリチスケファクテカサユシツヤプリチンルスコヤポンスコワイネAni даже не упомнили того факта, что Япония предательски напала на Порт-Артур, даже не объявив войны. 37 лет спустя японцы совершили точно такой же предательский акт, напав на Пирл-Харбор. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это лишь повторение старой пропаганды агрессивной японской военщины. И такая пропаганда все еще не ослабла, как видно из этого,простите за выражение, нового учебника. The Japanese government is driving ahead with the new textbook project with the support of the Japanese people. Based upon past records, over 100,000 persons who were found unfit for participation in the new education system have resigned voluntarily or were discharged by an investigating committee. 総司令部は占領2カ年と題する特別報告書などでホワイトパージの成果を発表して、これに応酬した。しかし文部省の調査によると、追放令により辞職した者2700名余り、
適格審査委員会で不適格と判定されたもの2600名余り、計5300名余りとなっている。新しい歴史教科書は米ソ対立の前にさらされた。一方、六三制の成立に伴って歴史科は新設された社会科に吸収されることになる。こうして国の歩みは消滅した。わずか9ヶ月の命であった。やがてアメリカの反共主義政策が教育の場にも現れてくる。昭和24年7月、 CIE 教育顧問イールズの新潟大学での反共演説をきっかけに、いわゆるイールズ旋風が吹き荒れるのである。時を同じくして全国教育庁会議は共産主義者と思われる教育者の追放を決議した。昭和25年10月、文部省は国旗掲揚と君が代斉唱を全国の小中学校に通達したのである。教職追放、ホワイトパージに熱心だった長野県軍政部教育主任ウィリアム・ケリー中尉は、後に一転してレッドパージの強力な推進者となった。ケリー旋風、彼の巻き起こした波紋は今でもそう呼ばれている。馬場源六、その後復職して長野県教育界の中心人物となった。長野県教職追放第1号佐藤総一、彼もまた数年後に復職して昭和40年まで校長を務めた。まあしかし、なんとなくこうあれですね、あの頃ってのはやっぱり一つの ありましたね、活気といいますかね、高齢としてもなんかこう将来が ね新しい教育っていいもんだなと思ってたんですよ。でまたそういう教科書、その社会科の教科書には 2,3 ね参加したことはありますけど、ところがいつの間にかその方針がだん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 ね、また元に戻ってしまいましてね、また日本史を上から下までずっと政治史的にね扱うというふうな方針になってきたもんですからね。で私としてはやはり研究者教育者として、それ以上この泣き寝入りすることは自分の両親が許さない。かつて非科学的な歴史教育を受けて悲惨な戦争への道を食い止めることのできなかった、その償いの意味もありまして、まあ前例のない教科書検定は憲法違反であるという訴訟を起こしたんですが、まあかつて文部省に頼まれて国定教科書を書いた自分が、もうその時と精神は同じなつもりでありますけれども、今は文部省相手に訴訟当事者という立場になったということは本当に感慨無量という思いです。昭和21年、あの暑い夏の日、新しい歴史を書くことは新しい国の歩みを考えることであった。それから31年、国はその間いかなる方向に歩んできたのか、そしてこれからどこへ歩もうとしているのか。